はい、隠居5年目速稼塾の久保でございます。花山さん、今回ね、緊急事態宣言が起きてますけども、なんで緊急事態宣言なんですかね。なんかね、昔のことを思い出して歴史は繰り返すっていうんで、必ずしも一致しないと思いますけども、私ね、今は緊急事態、要するに有事なわけですよ。緊急事態宣言が起きるときってどういうことかっていうと、まあ、国全体に危機が訪れているときです。この緊急事態宣言の次の宣言ってのはないんですよ。これが起きたらもう後はないですよって宣言なんですよ。そのぐらい緊急事態なんですよね。私の生涯でも、私の父母の生涯でも、緊急事態宣言っていうのは出たことがありません。そのぐらい100年に一度ぐらいのものすごいインパクトなんですよ。で、この緊急事態宣言に似たようなもので、私の記憶にあるもの、もちろん私は体験してませんけど、記憶にあるものとしては、空襲警報っていうのがあるんですよね。どうですか、空襲警報って。毎日のように爆弾が天井から降ってきて、隣の家が焼けた、自分の家が焼けた、昨日は何人死んだ、そこでは何々さんが死んだ、こういうことがね、毎日のように起きるんですよ。それと同じってことなんですよ、緊急事態宣言は。緊急事態宣言は爆弾こそ降ってこないけども、目に見えないものがね、ウイルスがもう近所の人を蝕んだりとか、まあ、テレビでね、報道されるように、今日は何人こうなりましたっていうね、報道があるわけですよ。それと同列だってことなんですよね、立て付けとしてはですよ。ただ現象としては、じゃあ今日ね、空襲が起きたみたいに何万人死んだみたいな規模では起きてません。だから空襲警報と緊急事態宣言、本当でしたら同列なはずなのに、今回の緊急事態宣言はね、軽く使われすぎてるんですよ。これは私から見ると、安倍総理、菅総理の政府の無策だと言えますね。これは緊急事態宣言に値するものではないということなんですよ。それこそ東京アラートみたいなのがね、設定できるとしたら、もうね、日本アラートぐらいでよかったんですよ。で、マンボウってのがありますよね。マンボウってのがあるんだったら、別に去年の4月、マンボウでよかったわけですよ。何が緊急事態宣言だって話ですよね。ただ、去年は確かに未知のものだったんで、もしかしたらとんでもないことになるかもしれない。だからとりあえず緊急事態宣言を発出するぞっていうふうに、一世一代の決断をしたのかもしれません。これはある意味、安倍総理みたいな人気の総理だからできたのかもしれませんね。まあ、シャレじゃないんですけども、人気の総理の最後の任期だからできたのかもしれませんよね。安倍総理はどちらにしても、もうね、終了を迎える最後の1年だったんで、まあ、このまま乗り切れるだろうと、緊急事態宣言が批判を浴びようと、まあ、なんとかなるだろうというところもあったんでしょう。まあ、その前にね、まあ、病気ということで退場されましたけどもね。で、今、その菅さんがね、いろいろとね、安倍さんのやり残したことをいろいろやらないといけないんで、大変ですよ。でね、何が言いたいかっていうと、空襲警報と同じような扱いっていうことは、今有事なわけです。戦争なわけなんですよ。で、戦争で何が起きるかっていうと、戦争ではね、極端な言い方になりますけども、これはね、現実です。いろんなことを老人が決めて若者が死ぬんですよ、戦争っていうのはね。戦場に行くのは誰ですかと、老人行きますかって、行かないです。戦争を考えるのは誰ですか、若者ですか、違います、お年を召された方です。要するに、老人を守るために若者が犠牲に差し出されるっていう構図がそこにあるんですよ。緊急事態宣言どうですかね。高齢者とか基礎疾患がある方に対してはリスクが高いので、若者の路上飲み、夜の街関連、若者の動きがどうこう、東京渋谷ではどうこうということで、とにかく若者が動くから良くない、みんな仕事を辞めて7割8割の人流を抑制しろって言われますよね。飲食店も行くな、遊びに行くな、カラオケもするな、ボーリングも行くな、ジムにも行くなっていうね、そんなこともありました。要するに若者が動けないように、若者が今のうちに学校にも行けない、運動会もさせられない、そんな世界に押し込められて、何を守ってるのかというと、これはお年を召された方です。もちろんこれはね、お年を召された方を粗末にしろってわけじゃないんですよ。ただね、そのために若者の未来ある可能性が今毎日のように毎日積まれてるんですよ。経験もできない、学習もできない、仕事もできない、金を稼げないから金を使うこともできない、そんな20代30代の現実は今ね、犠牲となっているわけですよ。誰を守るため、高齢者、基礎疾患を持っている方ですよ。いや、私が考えるのは、基礎疾患高齢者の方の動きを抑制して、若者には今まで通り経済活動をやってもらう、そういうふうな担当分担をすればいいと思うんですよ。命を守る年代の方、この人は申し訳ないけども自由に動くのをやめてね、飲み会にも行かずに
カラオケ喫茶もちょっと我慢してよっていうふうな、そういうふうな主権の制限をするべきだと思うんですよ。で、今学校に行ったり勉強しないといけない、それから仕事を覚えないといけないっていう人には、この健康リスクも低いわけですから、どん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 社会に出てもらって、満員電車に乗ってもらってね、で社会を動かしてもらうと。で、申し訳ないけども、ことが過ぎ去るまではお年を召された方や基礎疾患のある方は適切な介護なりね、自己防衛をしていただきたいっていうことにすればよかったんですけども、なんか現象逆ですよね。今飲み会で怒られてるの誰ですか、ね、この前も医師会の会長怒られてましたけども、老人が結局モラルを守らずに若者の我慢を全部ね台無しにしてるわけなんですよ、ね、これはね、これがまさに有事ですね。私は本当に怒り心頭ですよ。で、私町内会をやっている関係でね、1年間ずっと聞いていたことがあります。皆さん PCR 検査受けましたかと。受けましたっていう人は一人もいませんでした、残念ながら。この町内にです。多分これは全国的にそうでしょう。理由を聞くと、 PCR 検査で陽性が出たら仕事にも行けないし、家族にも一緒にいれなくなっちゃうから会えなくなっちゃうと。何ですかこれはってことですよね。要するにこういう方々がいろんなところに、感染症を媒介しているというふうな考え方もできるんですよね。だから本当に健康リスクを恐れるんだったら、真っ先に PCR 検査なんですよ。ご高齢の方、そして基礎疾患を持たれている方で、 PCR 検査キット、私はどこで販売している、どこで手に入るってことはずっとね言い続けてきましたし、動画でも発信し続けてきましたし、紹介もしてきました。一番高い時で楽天が販売していた1万円のPCR 検査キットです。最近は無料です。まあ去年ね、1万円で楽天が売ってったりとかで、香港から4000ぐらいのが入るようになったりとかねしてたんですけども、まあ高いから買わないっていうふうなねこととかね、先ほどの隔離があるから、陽性になったらなんか気まずいからみたいな感じでねやらないわけですよ。いや、そういうモラルでね飲み会行かないでほしいなと思いますよね。うん、ということでね、何が言いたいかっていうと、もうちょっと、ね、若者にはね、こっからが花屋さんの質問に答えるところですけども、僕たち若者は何をするべきなんでしょうか。怒りですね。これはおかしいじゃないかってことを見抜いてきちんと発信していくこと、そしてもう毅然としてね自由に生きてほしいですね今はね、うん、ある意味ね、まあ、私もそうですけども、年笠の役割ってのは、年齢いったものの役割って、若いものを守るために自分の身をね危機にさらすことだと思うんですよ。これ私の考え方ですよ。若者を犠牲にして年寄りが、私たちみたいな年寄りが生き残ろうと考えることっていうのは、まあ最もね醜悪なことだと思います。私はそういうふうに思ってますね。自分の子供や自分の子供の世代のために、自分が礎になることを厭わないことが大人の正義だと思うんですよね。だから私は、まあ別にねことを荒立てようとは思いませんけども、心の中でそういうことを考えてます。わざわざやる場面に出てこないんで何も起きてないんですけども、あ、子供たちが危ないな、若者が危ないなと思ったら、そこに割って入ってね、自分の身を挺して守ってあげるのが年笠の役割だってことは、これは変わんないですね。うん、私たちはね、なんか若者を踏み台にして残りの人生を楽に生きようと、安全に生きようとする、まあ、この精神がね最もね社会を壊して醜悪なものだと思うんですよ。で、政治に関してはそれが色濃く出ていて、高齢者っていうのは人数が多いですから、高齢者の票が欲しいんで、本当自己保身と自分自身のための正義しか振りかざせなくなってるんですよ。だから若者は未来に失望しますし、未来を希望に向けて生きる人の中には、年寄りの真似しようみたいなのがね、そんな姑息な人も出てくるわけですよ。要するに大人がずるいことを、年寄りがずるいことをするから、そのずるいことを真似てずるい仲間に入って利権を得るみたいなね、そんな構造できちゃうんですよね。だからね、もっともっと突っ張ってほしいなと思うんですよね、そこは。だから憤らないものに形だけで突っ張ってもしょうがないんですよ。本当はこう思うのにってことをやっぱ主張して動いてもらいたいなっていうところがあります。まあ、ちょっと漠然とした言い方になりますけども、具体的に言ったらね、本当に今は危険な状態なのかなってことに気づいていただいて、まあ、そういう意味では YouTube でね、世の中おかしいんじゃないかなって発信をしたりとかね、このままじゃ俺たち多数派老人にやられちゃうぜってことをね、やっぱり力強く発信していかないといけない。もちろんお年を召された方にね敬う気持ちっていうのは大事ですよ。それとは別に、言ってることやってること違うじゃないかってことを敬意を持ってやっぱ指摘してあげることですよね。そこは重要なんですよ。うん、私たち若者がどっかでね飲み会やってましたって怒られた例はないんですよ。
ないですよね。おそらくテレビなどで報じられるなんか感染クラスターが起きました、誰々がここで飲み会やってたからですっていうので、あの非常に深く反省してますっていうのは、なんかね、疾患を持たれてるかどうか分かりませんけど、70代ぐらいのおじいちゃんばっかりでしょ。そう思いませんか。その菅総理にしてもステーキ会食して怒られてましたよね。いやあんただろうみたいなね、黙ってないといけないのはまあそれからね、あの厚生労働省の中でも職員さんがなんか飲み会やっててね、20数人クラスターみたいなことやってましたけど、何をやってるんだって話じゃないですか。うん、だからね、その辺はね、もっと憤っていかないといけないし、発信していかないといけないと。おかしいぞと。これは俺たち誰を守るためにこんな不自由な暮らしになってるんだっていうことですよね。で、被害者面しているちょっとね、まあ中高年の人にも物申していただきたいよね。今こういう世の中になったのは一体誰がやってきたのかってことなんですよ。これは私も責任の一端があると思ってます。まあですんで、私はね、自分の身を、やっぱ切る思いで発信もしてます。今20代30代の若者が未来に希望が持てないとしたらね、10代にも満たない選挙権のない人たちが政治に興味を持ってないとしたら、それはなぜかっていうと、私たち40代50代以上の人がそういう世の中を作ってきてしまったってことなんですよ。だからいつまでたっても私たち被害者面してられないんですよね。私たちが加害者の方ですからね、いや俺たちもね、こんな世の中になると思ってなかったよっていうふうにすぐにね、若者に寄り添って自分が悪くなかったみたいにやりますけども、いや確かに私たちが政治を甘く見て、経済を甘く見て、自分の暮らしさえね、満足に立てられないような、そんな人生を送ってしまったっていう責任はあるんですよ。だから私はね、その責任を自分なりにどう回避するかなってところの中に、若者をとにかく応援していこうと。 YouTube をやってる若者がいるんだったら、なんとか有利に向かうように、まずは自分のチャンネル登録の影響力を強めておいて、そして私に取り上げられたらアクセスが高まっていく若者が、これからインターネットの世界で始めようと思う人が、あ、なんか40代50代の人にこれだけ応援してもらったぜっていう風なね、その背中から風を吹かせるような、そんな、まあ、年寄りになっていきたいなと思ってます。で、花屋の山さんの質問に戻りますけども、僕たち若者は何をすればいいんですかと、うん、そうですよね、困りますよね。私たちがいい背中を見せてないから若者は困ってるんですよ。何をすればいいんだってことにね。少なくとも私たちの時代は一生懸命勉強して一流企業に入れば一流の暮らしが待っている、だから頑張るようで、それを目指してきました。結果的にはそれは崩壊してしまってたんですけども、まあそれはね、あの教え方が悪かったんじゃなくて、当時は正解だったんですよ。で、私が勉強していく中で時代が変わって、社会に出る頃には社会が変わってしまったという予測不可能なことが起きてしまったってことだけなんですよね。でも今は何が起こるかわからないからといって、何にも示せてないのが私たちの世代から若者に向けてのメッセージになってるんですよね。何にも示せてあげない、そして自分の実績もないからどうやればいいんだよってことも言ってあげられないんですよ。だから少なくとも自力で一人で1億円2億円稼いだ人が、こうやったら金が稼げるぜっていうのを堂々と言える、そんな40代50代がもっともっと増えなくちゃいけなかったんですよね。でも残念ながら金が稼げなくってロスジェネになっちゃって、就職先もなくって困っちゃってる人だらけになってるんで、そういう姿を見ると、あ、40代50代になったらあんな人たちばっかりなんだって思わせてしまったという負の背中を見せているところがあるんでね、私は大いに責任を感じるところがありますけども、それでもね、花屋のもさんが僕たち若者は何をすればいいんですかって聞いてくれたってことは、私に期待してくれてると思うんですよ。だから私は言いたい、それは今ね、やるなと言われてることの中で自分がこれだけはやりたいということが見つかったら、それをやってくださいってことなんですよ。それは社会的批判はあるでしょうけども、若者は社会的批判を浴びるべき、そういう時期なんですよ、ね、何か自分のことをやれば常識がないとかね、礼儀を知らないっていうふうに煙たがられるんですよ。それが若者の価値ですよ。そう思って活動してもらいたいと思います。なんかね、妙にね、その中高年に合わせた常識を持つ必要はないんですよ。早く年取る必要はありません。まずもっともっととんがって突っ張ってほしいと思いますし、突っ走ってほしい。どんだけ失敗をしてもそれは取り戻せるものばかりですよ。私たちの年齢で失敗すると取り戻せません。知名度になるんですよ。でも花屋レモさん、今ね、挑戦して失敗したところでそれはプラスになりこそ、それマイナスにはならないんですよね。ヘズマリュウっていう人がいました。必ずしも褒められたことではありません。でもヘズマリュウと名前を一般に知らしめたことと、何をしたらもう大いに反省する目に遭うかってことを反をね、反面教師としてもたらしてくれたんですよね。そういう意味では彼はそのインターネットの中でね、
歴史に残る人間になったと思います。もちろんああいうことをやれやれってわけではないです。ただああいう人はもうね現れないと思います。彼のおかげで、ある意味彼がああいうことをやってくれたから、2人目3人目のヘズマリュウは現れないっていうふうなモデルになったってことにもなるんですよね。さあそれで気を持たせて申し訳ないですけども、花山さん一体何をすればいいんだと、花山さん一体何をしたいんだってことからですよね。何をしたいんだってことがなかったら YouTube を今の10倍やってください。そして俺おかしいと思うんだけどさってことをもっともっと物申してほしいんですよ。確かにその通りだっていうふうに謙虚に受け止める心は十分花山さんあると思うんですけども、そこはちょっと違うと思うんですっていうものがもっともっと出ないといけない。なぜなら私たち40代50代以上の世代はすでにもう時代からね外れ始めてるんですよ。私もですよ。トンチンカンなこと言い始めて、それを若者が肯定すれば、あ、これで若者と心が通じたっていうふうに勘違いしちゃうんですよ。だから見抜いてほしい。私たちがもうねすでに間違い始めてること、私のこともそうですよ。私が大いにやってることっていうのはもうね10年前20年前だったら通用することなんですよ。私がアフィリエイトで一人で3年で1億稼いだのもその時だからできたことなんですよ。私が YouTube でチャンネル登録1万人いったのも数年前から始めた、そのタイミングがあったからなんですよ。だから今この瞬間私の方法で始めて1万人に行くかっていうと、それは私は自信がありません。自信がありませんけども、それしか私の成功例がないんで、その成功例を伝えていくしかないんですよ。だからそれをね、花山さんちょっとそこは違うよってことを私に対しても他の人に対しても敬意を保ちながら指摘していく、そのアクションをね持ち続けてください。大人はおかしい、おじさんたちはおかしい、もう時代がそぐわないんだと、いや時代が変わっても同じなんだよっていう考えが違うんだよってことはね、本当に今ね最後になりますけども、私たち40代50代の経験や知識っていうことをねよく振りかざす人がいます。でも今この瞬間の令和3年の経験知識で重んじられるものは間違いなく IT や SNS のフォロワーの数です。だから40代でも50代でもSNS のフォロワーの数が少ない人、もしくは SNS をやってない IT に詳しくない人がいたら、その人は無経験で無知識だと思わないといけないんですよ、ね、それは30年前だったら役に立つことを満載してる単なるお荷物なんですよ。これはね私が言いたくないんですけども、私が IT を駆使したからこそ言えることなんですよ。圧倒的に違います。こんなの今 SNS のフォロワーが多ければどんな会社も欲しがるような人材になるんですよ。でも昔ながらのことがいっぱい分かっていても、昔の人脈をたくさん抱えていても40代50代になったらあなた年齢でいりませんって言われるんですよ。それはね年齢でいらないんじゃないんですよ。その年齢に応じた今必要なものを持ってないんですよ。過去の人脈を持っていても、その過去の人脈もその人自身と同じような人たちで集まった人脈なんで、烏合の衆というふうに見られるのが今の世の中なんですよね。ですので私は非常にね自分の年代にすごく厳しいことを今言ってますけども、私はある意味そこから抜け出してこのような暮らしをしてるから明確に分かります。これは全然常識がもう遅れてしまってるというかね、40代50代が自信を持って考えていることってのは全部ねトラッシュなんですよ。ゴミなんですよ。でもそのゴミだっていうふうに指摘できる人はいません。なぜなら自分の人生が今まで積み上げてきた貴重な人生がね全部無駄だということを一旦認めないといけないからなんですよ。私は認めることができました。こんなことをやってもダメだと、39歳までの私の人生は全部なかったと、40歳から一から作り上げていかないと、今から1歳児だと思わないともうダメだと思ったんですよ。そして今私は48になりましてこういう暮らししてます。ということは、まあ、単純には言えませんけども8歳の子供なんですよ私は。だからこれから新しい人生を構築していかないといけないんですよね。そのためには若者に学ばないといけないんで、花屋龍馬さんみたいな方をしっかりと見ていって、花屋龍馬さんから学んでいって、そして自分の常識をどれだけ排除して花屋龍馬さんのやってることや言ってることをどれだけ肯定できるか、どれだけ取り入れられるか、この前の太郎さんのこともそうですよ。ああいう人の背中をどれだけ見て私はこの人から何が学べるだろうかっていうのを頭を持たなくちゃいけないんですよね。でも現実は逆ですよ。俺に学べっていう人ばかりでしょ。違うんですよね。少なくとも先ほど言った IT や SNS の実績がある人に学ぶんだったら40代50代にも学ぶことあるでしょう。でも今どうですか、40代50代以上の人でそれほど SNS 長けてる人いますか、 IT が使える人いますか。孫正義さんぐらいじゃないですか堀江貴美さんとかね、もうね IT、SNS 40代50代で
あのぐらいのレベルでやっていかないとなかなかね、うん、若者から声をかけてもらえないっていうのが現実じゃないかなと思いますよね。ちょっとまたね、あれこれと言わずもがなになりましたけども、一点だけまとめさせていただきますと、花屋のおばさん、若者の世代に何をやれ、もう物申すですよ、うん、お前たちおじさん世代が俺たちを不自由にしてるんだと、ここが違うんだ、あそこが違うんだってことを若者の感性で指摘していただきたいかなと思います。それは SNS でもできることだと思いますよね。まあ、あの敬意を書くことがないようにね、伝え方に注意しながらですけどもね、一方的にバカにしてもしょうがないんでね、対立を生むだけですから。ただ私は自分の世代の責任者として確かに IT や SNS を甘く見積もっている、そういう世代だなと思いますしね、過ぎ去った常識のその中の経験とか知識を振りかざす人は多いんじゃないかなと思いますよね、うん、いやー本当ね、何なんでしょうね。あ、朝になりました。じゃあちょっととりあえずこの辺で行ってきます。